もプレイステーション4に遊びに来てくれました。はい。コチョウはもう何回も来てくれてるんですね。FF の方で来ました。ありがとうございます。はい、今回はカラオケということなんですが、カラオケはティナさんはよく行かれます？カラオケはしますね。する。はい。お、その時は採点はどうですか？Thank you.
もう一生ね、シータさんが生きてて、よっしゃ、二人中って超少ないね。まだそうなんですよね。少ない。やっと嬉しい。でもイージーが許されるものは小学生ってだからな。ありがたき。じゃあね、次は魔界人のみんなは知ってると思いますが、あのね、今日はヒコニーなんですけど、光様がたまにね、ライブで歌う機嫌がいい時だった。ということは今日は？今日は機嫌が多分いい。やったー！情緒が安定している時に歌う。そう、じゃあトロアマチュウという感じなんですけど、はいはい、これはですね、あのアニメのね、本当はね、あの田村ゆかりさんとかね、あのがね、主演を務めるあのドーニャツっていうね、ショートアニメがあったんですけど、それのね、一応エンディングにね、そう、すごい。そう、多分ね、最近魔界人になった人は知らない人とか、魔界人のファンの人とかなんですけど、そうそう、ファンの人が魔界人の人は、最近魔界人になった人は知らない人も多分いるかもしれない。じゃあ結構貴重な曲なんですね。ちょっとあのアニメになったりもしてたんですけど、そんなにあの有名なになってない。うわ、じゃあ嬉しいですよね、皆さん聞けるってね、生で。うん、あのこれ実はここだけの話、いやここだけじゃなくていろんなとこでしてるけど、このトロアマチュウっていうのはね、あのピカリンが初めて、今2万2000歳なんですけど、そう、18歳以上になった時に、はい、エロゲーをね、ネットのエロゲーをしたんですけど、あ、そうなんですか。それが、その花びらに口づけようっていうユリのエロゲー、女の子同士の、あ、女の子同士の、ね、そう、それでね、2人だけのね、アマトロチュってね、書いてあって、そっからちょっとインスピレーションもらったんですよ。インスパイアされたそう、へえ。女の子同士で PV はチューしたりしてるんで、そう、見てほしい。あのジェリー、今やジェリーっていうちょっと強めなお姉さんが載ってる雑誌があるんですけど、ジェリーは知ってます。ジェリー知ってます。おお、ジェリーのモデルさんとチューしてるから。え、嘘。昔はポップティーのモデルだったんですけど、はいはいはい、今ジェリーになっちゃったから、すげえ女とチューしてたなって思います。結構ね、シーナさんはそっちもお好き。そう、魔界女子大好き。魔界女子大好き、はい、でも光のこと好きな人みんな好き。いやー、嬉しい。それ皆さん好きですよね、うん、好きですか。手挙げないやつがいい。誰だ、こら。まあ行きましょうか。はい、行きましょう。Yeah!
悲しいな。なので満点です。審査満点です。満点いいだよ。7962万933点、満点です。おー、いやでもこのコンボが音ゲー的には多分超絶嬉しいやつ。やっぱなんかさっき言ったスパイスのねケーティマーシャルも、はい、音ゲーなんですよ。ゲームゲーム、あ、コンボは崩さないようにしないといけない。これもね、自分の声で崩さないようにしないといけないから、カラオケってその一人で歌ってるとほら、何に対して歌ってるのか分からないじゃないですか。でもこれだと絶対コンボ崩さないって思いながら歌えるから楽しいですね。なんかこう、シーナさんから皆さんにアドバイスとかありますか、歌うときに。歌うときにアドバイス、もうこれはゲームだって考えた方がいい。あー、なるほど。カラオケじゃなくて、もう本当新しいカラオケと、そのカラオケの上を行ってるゲームだから、恥ずかしがり屋の人とかもうゲームって考えれば、そのカラオケに対しての思いが変わると思うんですよ。確かに。そうそうそう、だからなんかゲームだから今こんなに頑張っちゃってんだもんみたいな。うわー、なるほどね。そうそう、その理由付けができますからね。盛り上がっていきたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。ありがたいです。ありがたい。
ね、3曲中2曲も1位取れたんで、思ってなかったんで、なんか、嬉しいです。初めてのなんか、のど自慢コンテストみたいなので、1位取らせていただいて、ありがたくです。はい、ありがとうございます。あ、こちらはね、男の子の方がもしかしたら、なんだろう、コントとかやりやすいかもしれないですね。あー、なるほど。うん。ゲームに慣れてるからか。いやでもそれぐらい盛り上がってくれてるってことだから嬉しいですけど、そうそう、ありがたきです。この後横浜でもですね、リリースイベント、今でも新曲出したんですけど、じゃあ魔界ダンサーたち、ごめんね、ありがとう、また踊ろうな。ありがとうございます。大きな拍手を送りください。いや、お二人も素晴らしい感想で出演してました。はい、この後リリースイベント、最近新曲のババババーバーパームクーヘンと、はい、ケボクケボケボっていう曲を出したんですけど、その新曲のリリースイベント、横浜のどこだっけ、ビブレでやる。あ、そうなんですか。夜の8時からですよね。そう、夜の8時から横浜のビブレでやります。そして無料なのでね、はい、ぜひぜひ皆さん、魔界へ、魔界の第一歩はね、リビルト、本格的な魔界というよりもイージーな魔界なので、イージーな魔界、ぜひぜひ初めてがね、